グレーターデーモンは俺たちの想像をはるかに上回る格上の相手だった。すごく強い。このままじゃまるで勝ち筋が見えない。フラン、悪いがここは撤退だ。こいつがアレッサの町に来たらたくさんの人が死ぬかもしれない。フランの中で誰かのために立ち向かえる強さが育ってきているんだ。師匠の俺がひよってどうするんだよ。次回、グレーターデーモンはチートでした。